とりあえず羽田の第1ターミナルでお土産を買おうと思って来ました。なんか目のだけつけて見ちゃった。で、羽田の第1ターミナルは北海道店があるので、そこで買って向こうで会う友達とかにあげたいと思います。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これ行こう。カニ売ってる。僕もコリアへ連れてって。しょうがないな、買って連れて行くか、いつもの。これも持ってきたいな、本当は。この山わさびとかが本当にうまいから持ってきたいけど。倉生の旭山動物園バージョンがあった。絶対可愛い。うわ、メンビス持ってる。どうしよう。わ、べこ餅食べさせたいわ。ターミナル1から3に行きます。暑くて脱いじゃったんだけどさ、多分1度とかあるよね、向こう。大丈夫？向こうで何を聞けばいいよね。一人すぎてめっちゃ喋ってる。変換プラグ買いに来た。 SE と C だって、韓国は。コンビニにあったよ。1400円だ。これで大丈夫。あとはデータローミングしたしさ、大丈夫。そう、緊張してきちゃった。お腹空いてるけど向こうでご飯を食べたいから。あとはジュースもないし。いいけど、これマジでめっちゃうまいから食べて。最高最高。ラウンジは満室だったから諦めましょう。あと1時間ないぐらい。あ、お金ちょっと変えてみようかな。でもカードで行きたいんだよな。見ました。楽しみ。あともうちょっとで乗れるんじゃない。もうユニクロとか、あともうパジャマの T シャツを着てきて進めました。操作してしまうんですね。とにかく何が何だかよくわからないんですけれども、とりあえず乗り継ぎをさせてみたいと思います。なんですけれども、あのブランチの香港での購入ですね、飛行機に乗らせていただいたので、そんな感じでなんとなく過ごしてみようと思います。とりあえず充電してみる。充電できてる。頑張る。トゥディオ、とんでもないくらいあれしてしまいました。とんでもないくらい。どこに私の荷物ですか。丸山です。はい、もうハンガンが見えてます。もうこれハンガン、ハンガン、めっちゃハンガン。もうハンガンが見えたらそこはもう韓国や。もうハンガン見えたら、ハンガンおったらそこはもう韓国やっていう感じなんですけれども、最高に浸りながら、んちょんまなぬなむおんりょんわちきちでめでにてみぬあふさんてんを見ながら、後ろには BIFO が見えたり、もう本当にこのソウルの街並み最高です。すごいね。おーって感じじゃない。広告が一個ずつでかいよね。あと、あ、これです。今夜泊まるところはこっち。今夜私が選んだのはこちら、大きなホテル、インターコンチネンタル選んでしまいました。すごくない。なんかビップみたいなところ泊まっちゃって、見てやっちゃったり、
やばい、すごっ、お、やばい、ぶち上げ。開かないんだけど、もしかしてこれで隣の部屋を開けようとしちゃったの私って。怖っ。あまり大きな声で騒げないけど最高です。ぶち上げ、やばい。ほう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 、イエーイ、最高じゃん。うわー、ステキングダムハーツ、非常にステキングダムハーツ、やばい、楽しみ明日、ね、やばい、楽しい楽しい、イエーイ、インターコンチネンタルグランドソウル、カムサムニダー、ぶち上げ系なんだけど。32階です、ちなみに。すごーい、めっちゃカンナムエよ、めっちゃカンナムエよ、すごーい。まあね、まあね、去年頑張ったしね、ドラマもあったしね、頑張ったしね、ご褒美だしね、オッケーオッケー、また仕事頑張れ、ルーヤー。いける、これでいいかな、いいかな、これでよし、じゃあこれでいこう。私今アドレナリン、やばい、楽しみだ、あの水はいいよ、めっちゃいい。あー、うわっ、ミス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 、え、なんで日本の方はウイスウイスって言うんですか、教えてください。オスオスとかね、なんでですか、何その手作用みたいなのなんですか、ウス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 みたいな、スタミナ、ガチです、え、ガチですか、え、嘘嘘、大阪市、あ、足首別、北海道が足別、ガチ、なんで足別なの、チキンペッカー知ってる？はい、チキンペッカー知ってるの、まあ、知らない、ちゃんと強引だね、ちょっと分かんない、俺北海道が好きすぎて、東京住んでたから半分北海道住んでたから、え、そうなんだ、そうそう、なるほど、チキンペッカーありますか、めっちゃ美味しい、え、絶対知ってる、絶対知ってる、アスベツの、アスベツの、酸っぱい、キムチが酸っぱいですね、すごいんだけど、18年美味しくないってこと、すごい、古いキムチは美味しい、だから今言うの、いや、美味しいんだ、呼ばれてない、呼ばれてない、甘いですか、美味しい、なんか食べれよ、全然、でもなんか嫌じゃない、おじもこくんは頼んだよ、私、じゃあ大丈夫、もっと最近、おじゃる丸のやつをまず久々に最近見て、うん、めっちゃ笑った、ありがとう、ありがとう、でも絶対めっちゃ言われてますよ、うん、まあから、ガンちゃん、何すか、ソジュ、ソジュゲンっすよ、セロ、おー、美味しい、え、これ一番美味しいかも、後から食える、酸っぱくて美味しいよ、さすが、酸っぱくて美味しい、トップで性格変わるんですよ、はい、性格ちょっと変わるんですよ、全然全然、荒く美味しかったよ、ねー、美味しい、酸っぱい、酸っぱい、ちょっと酸っぱい、酸っぱいのが美味しいんだって、あっちま、あっちまって何、エプロン、これがあっちま、あっちまはスカート、クワンで、なんでそういうこと言うの、肉が、うん、美味しい、美味しい、これ美味しい、はい、
おはようございます。これ私の感想なんですけど、どんだけ飲んだ次の日でも朝日は入ってくるんですよね。これがやっぱりいわゆる直射日光ってやつですよね。はい。どんだけ飲んでいてもアートメイクをしたら眉毛が綺麗になっているんですよね。すっぴんでも。これ私の感想なんですけど、やってよかったなって思ってます。おはよう。ということで朝スタートです。私的にはね、今日もう絶対コンビニに行きたい。とりあえずコンビニに行きたいから。で、やっぱ飲んだ後、もうほんとぐちゃぐちゃで眠るの嫌だったから、一回多分風呂に入ったっぽい。出なきゃいけないけど、あと1時間で私はコンビニに行ってご飯を食べるところまでやりたいんですけど、どうすかいいすかね。うわっ、謎に体重計とか測ってみちゃう。お、マジ寄せてるわ。この格好出てきちゃった。寒っ、てかなんかもやがかかってる、寒くて。ね、コンビニに行きたいんやけどさあ、なんか歩くのもちょっとさ、めんどくさくなってきちゃった。一回なんか帰ろうかな。ただ外の空気を感じに来た女みたいになってめっちゃ見られてるんだけど、映えスポットがいて女が陣取っていて最高ね。ぶち上げなんだけど奥にね、最高なバラの花園が、女がぶんどっていて最高。全て私の世界だみたいな。わかります。すごい財閥お願い。私財閥取り、財閥払い取っていいからここで。財閥あるある、会社の扉が回転式、そして登場、力強い踏み足。おはようございます社長。おはようございます社長。おはよう。顔パスで入るわ。うわー、いいですね。あ、いいですね。いいなって。またチョコレートモカもうまそう。モカかバニララって、やっぱドルチェコールドブリュー。カフェラテどうしようかな。鼻水出てきちゃった。あー、わ、こういうのうまそう。どうしよう。あ、わっち、コカ・コーラマシン。あ、かわいい。これ持って帰れるかな。あー、マシンだった。かわいい、こんな瓶に入ってる。この色かわいいね。あ、ココアバターだって。良さげ。部屋、家用に買うわ、これ。コンビニが一番かわいいかもしれない。あ、歯磨きもある。いつもスタイリストさんがさ、歯磨き持ってくれるから、これにしようかな。ふにゃふにゃの方がいいかな。これかわいい。これにしようか。でかいし磨きやすそう。味が美味しいかな。これちょっと硬いもんね。これにしよう。あとこれも欲しいんだけど、どの匂いがいいかな。やばい、こんなことしてる場合じゃない。シトラス、サンシャイン、サンシャインプラス、ブルースパークルプラス。え、どうしようどうしよう。え、てかここトラベルセットもある。ギャツビー置いてるぜ。すげえ日本っぽいな。あ、パフも売ってる。さすが美容大国。うわすごい、これニキビセットやない。え、最高やん。買おうかな。え、リボンも売ってんだけど。ゲロヤバチャンネル。え、どうしようどうしようどうしよう。ピンクかファブリックか。でもこれが良さそうだよね。これにしてみる。あ、かわいい、かわいい。やっぱキャラクター愛され大国だよね。これも気になるし飲みたいんだけど、ちょっとやめてみて。こっちあたりもちょっと攻めたいけど、これはお腹結構満たされちゃうから一回やめてみて。あ、最高です、よろしくお願いします。いつも食べれないからさ、お腹いっぱいすぎて。あ、この方のこんなのもあるんだ。ぶち上げじゃん。読めなくて笑う。
ハングルのさ、あの教科書みたいなのさやってたのにさ、読めなくて笑うよね。キンパ食べるほどお腹は入んなくて、やっぱ謎にデブなのに小食なんだよな私。160円だこれ。あーベーコン、ツナ、マヨネーズ、スパイシーチリペッパー、美味しそう。これにしてみよう。あ、お菓子も売ってる。ルッタのミー、ルッタのミー、早く行かないと。かわいい、もう見てるだけでテンション上がるわマジ。もう財閥のような雰囲気がすごすぎて。あ、日本のグミも売ってるよ。アイス、なな、え、嘘でしょすげえやつ売ってる。何食べようかな。あ、買います。買う？悩む。ちょっとこんな入んなさそうなんだよ。豆腐も売ってるね。おかゆ食べようかな。でもおかゆより、あの、なんか辛いカップ麺の方がいいかも。カップ麺ないのか。ドンピシャがいないの。あ、これうちにもあるな。辛いの。ごま油めっちゃうまいんだよね、ここら辺の。うわぁ、お腹痛くなってきた。やばいやばいやばい、めっちゃお腹痛い。早く帰らないと。難易度高え。電子レンジありますか？から始まるよね、きっとね。で、下に行ってやってもらうとこなんですね。もしかしてなんですけど、それかどっかのフロアにレンジがある。飲みて、早くこれですよね。もう書いてありました、電子レンジって。着替えたよ。さすがにもう一回コンビニ行くの恥ずかしすぎるし、こんなもう恥ずかしい。恥ずかしい。いいのよ、私が満足できれば。ただのスープだったんだけど。大変すぎたよ、もうすんごい大変。もう とんでもなく大変だったんだけど、もうほら、もう温めすぎて線ができちゃったり、あの GS25 の店員さんの可愛い男の方がめっちゃ助けてくれた。何が食べたいのって、ヌードルって言ったら、ヌードルオプソよって言われて、あーって言って、うん、こっちマヨだ、こっちマヨ、うん、
最高でした。インターコンチネンタル様ありがとうございます。ということで前編ここまでです。まだまだ楽しみありますから、韓国のコンビニちょっとリベンジしたいよね。麺とかね食べたかったからさ、あとなんかちょっとやっぱチキンとかもね、なんかあのアナセイのもう真空のチキンみたいなのもちょっとソーセージとかも入れてラーメンしてみたかったのよ。なんかいつも見るユーチューバーさんの真似してみたかったから次リベンジしたいと思います。あとハンガンでラーメンも食べてみたいと思いますし、チェジュ島でなんかカフェとかに行ってみたいなって思いますし、景色いいとこ行ってみたいなっていう夢もどんどん膨らんでます。本当に韓国ドラマの見すぎというか、本当に韓国文化が大好きな丸山ですから、次もまた楽しみたいなと思います。しかしいいホテル泊まれてラッキーだったよね。いやー、なんか自分で予約してみたけど、すごくこう、なんだろう。うん。あの、ご褒美旅になりました。ありがとうございます。さあ、後編はですね、私、もう大好きな SM エンターテインメントさんのあの事務所に、あの、見に行きます。会社に見に行く。ソウルの森まで行ったり、あとは、リンファミの実家。もうすごいよ、これも。本当に、オンマのご飯が食べれたんです。すごい。ぜひぜひ皆さん、そちらもお楽しみに見ていただけたらなと思います。ということで、ご覧いただいてありがとうございました。次もお楽しみ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、サチパーだ。バイバーイ。集中したら一発で撮れたわ。これもう何回も撮り、8回目ぐらいなんだわ。じゃあねー。